こんにちは、ラムダです。 Google Pixel 6 Pro をご提供いただきまして、数日間使ってみました。レビュー動画はいろんな人が出しているので、僕からはズーム能力と画像処理能力について若干専門的な話を含めてお話ししようと思います。まずズームに関してですが、 Pixel 6 Pro には4倍望遠レンズが搭載されています。よく見ると端末の厚さ以上にえらく奥行きがあることがわかります。ついに Google は一元空間を作ることに成功したのかと思いましたが、そうではなくレンズが横向きに入っているみたいですね。これにより小スペースで妥協のないサイズの望遠レンズを搭載できているようです。一体どれほどのものなのかということを示すために視力を測ってみましょう。こんなものを用意しました。視力には定義があって、60分の1度の視覚を認識できれば視力は1となります。視力は距離と大きさの関数なので、3メートル離れた時に約 0.9mm の切れ目を認識できれば 1.0、 約 0.45mm の切れ目を認識できれば 2.0 となります。残念ながらうちの家では3メートルが確保できなかったので公園にやってきました。クソ寒いです。こんな感じでセットして3メートル離れました。こうやって見ると意外と小さいことがわかります。 Pixel 6 Pro の望遠レンズを通して見てみます。標準でこんな感じ、4倍拡大するとこんな感じです。画質はくっきりですが、まだ意外と小さいですね。さらにこの先にはデジタルズームがあります。10倍、最高では20倍まで拡大可能です。どうでしょうか。 2.0 は余裕でありますね。これより小さいものはないので、距離に比例する関係を使って倍の 6m 離れてみます。これで 4.0 まで測ることができます。望遠レンズとデジタルズームでどこまで見えるでしょうか。4倍でこんなもんですね。拡大していくと 2.0 は微妙ですね。 1.5 は認識できていると言えるでしょう。ということは少なくとも 3.0 の視力があることがわかります。日が照ってきたので明るいところでも試してみます。照度は2700ルクスぐらいで、人間が視力検査するには明るすぎます。しかしカメラはこれぐらいの方がパフォーマンスを発揮できます。早速測っていきます。気を取り直してもう一度20倍で撮影して確認してみると、これは 2.0 の切れ目が見えていると言っていいでしょう。ということは 4.0 の視力があることがわかりました。この視力が実現できているのはレンズの性能だけではなく、 Google の画像処理技術によるものでもあります。さらっと4倍望遠とデジタルズーム5倍で20倍ズームとかやっていましたが、これはとんでもないことです。例えばニアレストネイバー法で普通に引き伸ばして拡大するとこんな感じで画像はジャキジャキになります。バイキュービック法で滑らかに拡大してもどうしてもぼやっとしてしまいます。これらに比べるとピクセルで拡大した画像はただ引き伸ばしただけではないことがわかると思います。このズームには機械学習を用いた超解像が使われているそうです。確かに拡大の精度は高くなるのですが、処理としては複雑で時間がかかると言われています。そこで Pixel 6 シリーズでは機械学習や画像処理に強い独自開発のチップが搭載されています。 Tensor という名前が付けられているのですが、 Tensor という数学用語に由来していると思われます。数値が集まってベクトルになって、ベクトルが集まって行列になるというように、行列が集まると3回の Tensor になります。こういうののことを Tensor と言い、機械学習の世界ではこういうのを相手して計算を行っています。ちなみに Google が開発した機械学習ライブラリには TensorFlow という名前が付けられていたりします。そのため Tensor というチップの名前からは機械学習を意識して作られていることが伝わってきます。高速で画像処理ができると何が嬉しいのかということですが、明らかにビデオに強くなりましたね。最近のスマートフォンで夜景を撮影すると HDR という処理が走って明るく綺麗な写真が撮れます。しかしビデオで夜景を撮ろうとすると写真ほどは綺麗に撮れないことが多いです。写真であれば後からゆっくりと処理をすることができますが、ビデオ撮影だとリアルタイムで処理をしなければならないからです。 Pixel 6 シリーズがビデオでも綺麗な夜景を撮れるのは極めて高いリアルタイム画像処理能力を持っているからなのです。イルミネーションされた長野市をうろうろしてきましたので、皆さんの目でも確かめてみてください。僕の思う Google Pixel 6 Pro の魅力をお伝えしてみました。ぜひ皆さんの感想を教えてください。ご視聴ありがとうございました。